注目です。今月は2月ですが、2月といえば節分だな。豆まきの準備をしなくては。若葉、あんたそれでも女子中学生？女子力のかけらもない発想よそれ。そうなのか。ということは、あ、そう、針供養の日だな。遠ざかったよ、遠ざかっちゃったよ。さらに2月といえばバレンタインデーでしょうが。おお、もちろん知っていた。若葉ちゃんたら、毎年ちゃんとチョコレートを送っているのにすぐ忘れてしまうんですから。忘れてはいない。ただ毎年もらうばかりで自分が参加する意識がないだけだ。若葉さん、後輩とかにモテそうですもんね。あ、それわかる。最高でいくつもらった？特に数えたことなどないし、私はそこまで人気者ではないぞ。またまたご謙遜は。若葉ちゃんがモテないと言うなら、この世にモテる人など存在しません。え、意外、日向さん余裕あるんですね。チョコレートごときで動揺しているようでは、若葉ちゃんの親友は務まりませんからね。とかなんとか言って、若葉がもらったチョコは全部回収してたりしてな。やはは。本当にしてそうで怖い。その点こっちは問題ないわね。私はミンちゃん一筋だから。もう恥ずかしいよ。園子先輩、これは予想以上に盛り上がる予感がビンビンです。計画の成功を確信したよ。計画って何を。どうせまたよからぬことを企んでるんでしょ。悪役みたいに言わないでほしいな。楽しいバレンタインの企画なのに。どんな企画？園ちゃんの提案って面白いから、いつも楽しみだよ。ごっほん。皆さん、今年は各自2名にチョコレートを渡しましょう。え、それだけ？思ったより簡単だった。全然 OK。 しかも、お、続きがあった。そのうち1人は過去にあげたことのない相手に渡す決まりです。もちろん残りの1個は本命にあげていいんだよ。なんなのよ、変な企画。なるほど、いろいろな人と交流することで連帯感を高める企画なんですね。さすがだわ。そうだったのか。その子の考えは海のように深いな。ちょっと気になるあの人にチョコを。略してセカンドラブキャンペーンだよ。セカンドラブ。どこも何にも略してないし、ちっともちょっとも深くないし、はっきり言えばろくでもないし。でもいろんな人と交流するというのはいいことだと思いますよ。珍しいじゃない東郷、あんたの口からそんな意見を聞くとはね。危機感なし？どうして。だって一つはゆうなちゃんに渡していいんだから全く問題ないわ。あー、もうまっしぐらだよ東郷。分かってたけど、分かってたけど。自分が2番目に好意を持ってる人間にもチョコを渡すということはよ、相手にその気持ちが伝わって何らかの関係に発展するっていう園子の罠じゃないのこれ。はあ、何をバカなこと。ねえ、ゆうなちゃん、ゆうなちゃん、チョコチョコ、誰がいいかな。今からドキドキしてきちゃったな。ああ、そのっち、あなた、なんてとんでもない企画を。若葉ちゃんが誰かにチョコを送る方になるというのはさすがに想定していませんでした。そっか、歌野も誰かに。園子さん、やっぱりこの企画は。
異論は認めない。あっ、私のバレンタインは血の雨が降るぞ。くだらない、私は惑わされないわ。いや、相変わらず面白いな。私たちは高みの見物ですね、夏目さん。ああ、我々二人は自由だ。でも嫉妬の火の粉はチョコを受け取った方に降りかかってきますよ。あ、みんな私と夏目さんには渡したことないから、ここにチョコが集中する可能性が。やば。なぜ？例えばノギーやユーキッチのチョコを受け取ったら、ヒナタと東郷の怒りが私に向くじゃないですか。それは恐ろしいことだ。あ、夏目さんがちょびっとだけ成長してる？なんか少し感動って言ってる場合か！あっという間に2月14日ですね。 GPS も準備 OK！ そのっち、今日は私たちにとって尊く長い一日になるよ。確かこのクラスだよね。いつきちゃん、あんずさん、もしかして。ん？一年生がどうしてここに？あんずさんからどうぞ。いつきちゃんから。体操服でも忘れたのか？いえ、もしそうでも夏目さんには借りに来ませんよ。サイズが全然違うので。バレンタインデーのチョコレートです。私もです。受け取ってください。私に？なぜ？なぜ？それはその日頃の感謝の気持ちだと思ってください。いつも戦闘中助けていただいてありがとうございます。私は当然のことをしているだけだ。礼を言われるようなことじゃない。かっこいい。なんだなんだ、あの生々しい反応は。やっぱり予想通り、アンズのチョコは夏目に行ってしまった。なぜだ。それはやっぱり夏目先輩がすっごくかっこいいからだと思いますよ。無口でキリッとして見えても、あいつはただ単にぼーっとしてるだけだ。おはようございます。ハッピーバレンタイン。ソノ、いつからそこにいた？こうなったらアンズ先輩にあげる玉チョコにパワーを注がないとダメですよ。どうしてだ？玉だって夏目に負けず劣らずかっこいいんだから、普通のチョコで十分。今のでアンズ先輩のラブメーターはマックスだから、頑張らないと夏目先輩に取られちゃう。お前、人の話を全然聞いてない上になんてことを言うんだ。鬼赤目。でも同じぐらいのかっこよさならすごいチョコをくれた人の勝ちだし。すごいチョコを渡さないとタマが負ける。やばい。スーパーミラクルな玉チョコを生み出すにはどうしたらいいんだ。うわー、びっくりした。どうしたの玉ちゃん。玉は夏目と同レベルのかっこよさだから、すごいチョコでないと勝てないって言われた。どういうこと？今チョコ作ってるけど一緒に作る？作るタマ。でもな、タマはこう見えてもお菓子作りなんてやったことないぞ。私も初めてだから本を見ながらゆっくりやってるんだよ。手作り？わざわざそんなことをしてユーナは一体誰に渡すつもりなんだ？私はね、ユウキちゃんに渡そうと思うの。なんか他人じゃない気がするから。そうか、結城なら
あっちかねのやつも安心だな。それに引き換えアンジと来たら、あんちゃんがどうかしたの？こともあろうに夏目にチョコを渡したんだ。ああ、でももう一個の方はタマちゃんにくれるんじゃないの？そうに決まってるけど、そういうことじゃないんだって。夏目よりかっこよくなきゃ。ああ、夏目さん確かにかっこいいもんね。年下の子たちみんな憧れてるみたいだし。だからタマは超絶すごいチョコをアンズに渡して、夏目よりイケてるって認めさせるんだ。うん、タマちゃんならきっと大丈夫。あ、生クリームを泡立ててくれる？うん、なんでもタマに任せたまえ。チェイ。あとはインスタントコーヒーを少々っと。これ、どんなチョコが出来上がるんだ？トリュフチョコだよ。なんか大人っぽくて、アンズも好きそうなやつだよな、それって。タマちゃん、味見してアンちゃんの好みに合わせたのを作ってあげてね。ユーナっていいやつだよな。あ、そうだ、忘れる前に渡しておくぞ。ほら、え、何この箱？タマの真心チョコだ。西暦組のわちゃわちゃをなんとかしてくれるのはいつもユーナだからな。そんなことないよ、私何もしてないのに。知ってるぞ、今だってタマを助けてくれてるじゃないか。サンキューベリマッチョだ。そっか、それじゃあ遠慮なくもらっとくね。さあ、あと少しだから頑張ろう。あん、待ってろよアンズ。伊予島さん、これあなたの的確な指示、戦闘中いつも助かってるから。え、千景さんが私に？ありがとうございます。ああ、うん、千景、これを。は、乃木さん？何のつもり？そこまで驚かなくてもいいだろう。いつも厳しい指摘をしてくれているレイだ。上里さんにそう言えって命令されただけじゃないの？感謝している者に渡せと言われただけだ。だからこれは私の感謝の気持ちだ。あなたが私に感謝？そう言ってもらえるのは素直に嬉しいわ。どうもありがとう。バカバ、はいこれ、良き面ライバルとして私からあなたにチョコレート。そうか、歌の西暦時代、お前との通信は私の心の支えだった。ありがとう。やあね、かしこまっちゃって。私とあなたの仲じゃない。うん、やっぱりウタの乃木さんと仲いいな。あの、私が言うのも変ですけど、全然心配いらないと思いますよ。こんにちは。お邪魔しますね。若葉ちゃん、千景さんに無事チョコレートは渡せましたか？ああ、無事というか、なんというか、予定通りちゃんと渡した。時に歌野さん、うちの若葉ちゃんに結構なものをくださったようで、ありがとうございます。え、ああ、別に大したものじゃないのよ。普通のお店で買ってきたチョコだし。お礼の品といってはなんですが、こちらは私から。いつも若葉ちゃんがお世話になっております。あ、日向さんから？ありがとう、すっごくハッピー。今後とも何卒ご好意に。あの箱の中身チョコですよね？普通の一般的なチョコですよね？当たり前でしょ、多分。おお、なんだか日向さんがいれば大丈夫な気がしてきた。藤森さん、よかったらこれ受け取ってくれる？え、私にくれるの？どうして？私、巫女としては半人前だから、これからも藤森さんには迷惑かけると思うの。だから。そんな、こちらこそ。あ、そうだ、私も日向さんに渡すつもりでチョコを。
日向さんのチョコ、とってもいい香り。早速、いただきます。歌野さんには、まがいものは通用しないと思って、こういうものにしたんです。お味はどうですか？確かにこれは、リアルなテイスト？歌野？ミトさん、早く渡しちゃった方がいいですよ。この場がこれ以上カオスにならないうちに。分かってるけど、なんだか入りにくい空気なんだもん。どうしよう。面白いものが見れたね、そのっち。ひなた、余裕の笑顔だよ。本当ですね、その子先輩。深読みし放題で素敵です。そこにいるのは誰だ？園子。たりとも、さてはずっと盗み見していたな。よくそんな狭いところに隠れられたね。誤解だよ。これには訳があって。そうそう、盗み見じゃなくて待ち伏せしてただけなんです。待ち伏せって、もしかして誰かにチョコレートを渡すために？そう、何を隠そう、チョコレートをご先祖様に渡すためです。何？いじらしいね、若ちゃん。泣けるよね、若ちゃん。わかったから、若ちゃん若ちゃん言うな。どうぞご先祖様、お供え物だと思ってお受け取りくださいまし。手を合わせるな。まあそれはそれとして、贈り物には感謝する。すまんな、乃木。せっかくだから開けてみては？ああ、そうさせてもらおう。これは見事なハート型ね。わ、ハート、可愛らしい。いやー、笑顔が怖いのは気のせいかな。気のせいでしょ。歌野さん、目が曇ってますけど。よかったですね、若葉ちゃん。子孫からもお友達からもこんなに慕ってもらえて。本当にそうだな、ありがたいことだ。歌野、乃木、礼を言う。藤森さん、日向さんに渡すなら今じゃない？あ、はい。日向さん、これお口に合うか分かりませんが、どうぞ。まあ、驚きました。ミトさんが私に？とても嬉しいです。おお、ミトリンの反撃。反撃って、もうどうしてバレンタインを不穏な空気にしたがるのかわからないよ。それで話を戻すが、乃木は私の待ち伏せで、園子は何なんだ？え？あー、私はそう、渡すよと、そのっちに。はい、わーい、ありがとう園子先輩。まさかもらえるとは思ってなかったよ。茶番だ。田町先輩、このメール、アンズ以外に SOS ってどういう意味？面目ない。皆さんもメールを見ていらしたんですか？そうよ、 SOS だなんて一大事だと思うじゃない。じゃあ何でもなかったんですか？田町先輩、私にも説明して。やだ。何その態度、せっかく来たのにあんまりだよ。田町ちゃん、気持ちはわかるけどちゃんと言わないとダメだよ。そうね、私たちだってまだこうなった理由は聞いてないわけだし。こうなった理由？これ見て。何このトレイ、一面に茶色いのがこびりつい
作ろうとしてたの。あんちゃんのために。私のために。それでもっともっと美味しくしようと頑張ってたんだけど、なんでか失敗しちゃって。チョコがレンジの中で爆発して、取り出したらこうなってたんだ。タマコさん、元気出してください。私もそういうことよくありますから。いつき、それ何の慰めにもならない。それから修復しようと思ったけど、私だけじゃ無理で、仕方なくメールを。きっと慌ててたんだね。一番知られたくないアンズにまで送っちゃうくらいなんだもん。タマチ先輩、どうして手作りなんて。私なら10円のチョコでも嬉しいのに。そうだな、アンズはタマコからもらえればそれだけで喜んだはずだ。そんなんじゃなくて、タマは、タマにはすんごいチョコが必要だったんだ。タマコさん、なんでそんな風に思い詰めちゃったんですか。だってタマは夏目みたいに足長くないし、クールでもないし、ニヒルでもないからな。ニヒル、ニヒル。ニヒルっていうのは影のある人ね。つまり夏目さんは影のあるかっこいい人だってこと。でもタマコさんはすばしっこいし、ホットだし、明るくて元気じゃないですか。それは分かってるんだ。タマと夏目の質は牛肉と魚肉くらい違うってことはな。あれ、だったら何が問題なんすか。問題は質が違おうが、タマと夏目のかっこよさレベルが同じくらいだってことだ。何言ってんのか全然わかんないんだけど。ちょっと待ってよ、タマチ先輩。そもそも夏目さんとお料理の失敗は関係ないでしょ。あるの。実はタマちゃんがムキになってるのは、アンちゃんが夏目さんにチョコを渡したからなの。あれを見てたの。それなら納得です。納得なの。私とアンズさん、なんていうか、ちょっと夏目さんにキュンキュンしちゃってたから。キュンキュン、そういう単語合わないな。残念にヒルスは。でもあれはなんていうか、アイドルに憧れるみたいな、ちょっと浮かれた感じっていうか。あ、戦隊ヒーローに夢中になる感じだ。夏目さん、かっけえもんな。だからだろ、タマは、タマだってアンズにかっこいいと思われたかったんだ。タマにすごいチョコを上乗せしてかっこよさを高めれば夏目に勝てるはずだから。だから。タマチ先輩、勝ち負けなんてそんなのおかしいよ。っていうかさ、夏目とタマコのかっこよさって同レベルだったわけ。かっこよさの定義って何よね。チョコで上乗せできるものとも思えないしさ。自分で言ってたけど、夏目さんとタマチ先輩は全然違うし、私同じに考えたりしてないよ。外見とか性格とか関係ない。初めて出会った時から田町先輩は私のヒーローで、ずっとずっと田町先輩が私の世界で一番かっこいい人なんだよ。勝負でしたっけ。そうかそうか、タマはそんなに魅力的だったか。立ち直ったのはいいけど、
なんか腹立つわね。魅力的なのとかっこいいのはまた別のことですしね。かっこいいのは魅力的だろ。私はタマコ先輩のことかっこいいって思います。だからチョコを受け取ってください。おお、さすがは銀、分かっておるの。アンズ、見たか、タマはモテモテだぞ。もうすぐ調子に乗るんだから。皆さん、ご迷惑おかけしてすみませんでした。まあいいんだけどさ、タマ、掃除はきっちり一人でやってもらうわよ。アンズ、手伝いません。私の気持ち疑った罰だよ。でも私からもチョコはあげるね。優しいな、アンズさん。あ、そうだ、いつきちゃん、私のチョコはあなたにあげちゃう。え、私ですか。そう、あなたのツッコミには今後も期待してるよ。あとそれからカリンにも一個あげる。うん、なんで私なのよ。いつきちゃんと同じ理由かな。ツッコミ仲間だし、あなたには助けられたこともあったしさ。ツッコミって、私はそんなことしたくてしてるわけじゃないんだからね。それでも私はカリンがいてくれてよかったって思ってるから、黙ってもらっといてちょ。そんなに言うならもらってあげるわ。しょうがないわね。私は銀に渡したい。このチョコレート食べてくれるか。え、やった、ありがとうございます。食べます、食べます、チョコ大好きっす。夏目から銀にだと、なんでだ。こんなことを言うのは失礼かもしれないが、銀は昔飼っていた犬によく似ている。え、犬？無邪気で人懐っこくて、それでいて強く、誰よりも勇ましかった。ペロペッペロ、天寿を全うして大地へ帰っても魂は永遠に変わらない。ペロや。撫でられるのはいいんですけど、ペロって呼ばれるのはちょっと。あ、すまない、つい。撫でられるのはいいんだ。ペロ、金が犬に似てるって傑作すぎるぞ。タマちゃん笑いすぎだよ。タマコもシーさんに似ていると思ったが、もうチョコレートがないから。シーさん、なんだそれ。タマに似てると言うからには相当かっこいいんだろうな。けど夏目さん、あともう一個は誰にあげたんですか。いや、まだこれから渡す。今ここで。ここで私のチョコレートを受け取ってくれるか。うん。あてくし、なんですって。ふうは海に呼ばれている。何それ怖い。母性は海に通じ、そよ風は船人を癒す。なんかややこしいこと言い出したぞ。母なる波の担い手である風は、やがて海風となって勇者を撫でるだろう。また撫でるんすか。たとえ相手が夏目さんだとしても、お姉ちゃんを撫で回すのは私が許しません。違う、風が私を撫でる。は？風が私を撫でる。2回言った。それって海がおっしゃってるの。ああ。じゃあしょうがないってなるかい。そういうのはまた今度ってことで。それじゃあお先に。海風を感じる。いつまでやってんですか。はあ、ほんと残念ニヒルだな、夏目さんってば。私は残念なのか。
ペロや。ああ、はいはい、ペロはここですよ。くすぐったい。二人とも、それは人としてどうよ。ナイスツッコミ。さすがは私の見込んだ完成型ツッコミ勇者。そんな勇者がいるか。ダメだこりゃ。やっと落ち着いた。大丈夫？歌の日向さんのチョコ、何だったの？ああ、あれね、よく見たらパッケージにカカオ 100% って書いてあったわ。え、それすごく苦いんじゃ。砂糖も全然入ってないやつでしょ？うん、確かに甘みはナッシングだったわ。でもね、香りはとってもすごかったのよ。それってどうなの？贈り物として。マニアにはたまらない一品らしいし、自然派の私にとって最高のギフトね。そうなんだ。日向さんが変わってるのか、歌のが変なのか。日向さんの気遣い最高よね。若葉はいいパートナーを持ったわ。そんなの、私だって負けてないもん。これ、私から歌のに。ありがとう、みーちゃん。あ、これ、そばチョコフレーク？うん、揚げそばをチョコでコーティングした歌のにぴったりなお菓子だよ。ま、入ったわね。え、どうしたの？気に入らなかった？そうじゃなくて、これね。はい、私からみーちゃんに。ありがとう。これって、私があげたのと同じ。同じものを送り合うなんて、心が通じ合ってる感じで嬉しいわね。私もそう思う。バレンタインデーってこんなに素敵な日だったんだ。これからもずっと一緒にいてね。大好きよ、みーちゃん。私も歌ののこと大好き。いつもありがとう。それで歌の、私とそばとどっちの方が好き？え、みーちゃんそば？うん。え、今のは私じゃ。どうして考え込んでるの？考え込んでなんかないわ。もちろんみーちゃんの方が上よ。嘘、今絶対ちょっと迷ってた。そんなわけないじゃない。アイラブみーちゃんオンリーワン。知らない。ごちそうさまでした。おかげでいいものが見れたよ。ねえそのっち、どうして私がこんなところに隠れなきゃいけないの？いいからいいから、ワッシーにも面白いものを見せてあげたいんだよ。シー、お静かに。あ、スミちゃん、ここにいたんだ。今ちょっといい？はい、何でしょうか？あのね、これ私からスミちゃんに。バレンタインのチョコレート。え、ユーナさんが私にですか？ありがとうございます。でもどうして？誰かに渡すとしたら、私はやっぱりスミちゃんだって思ったから。だってスミちゃんが頑張ってくれたから今の東郷さんがいるんだもん。なるほど、東郷さんの過去として私を見ているわけですね。あ、でもね、もちろんスミちゃんのことは個人的にとっても好きだよ。え？いつもすっごく頑張ってるもんね。年下なのに尊敬しちゃう。尊敬だなんて。本当だよ。よしよし。ユーナさんの手、あんなに強い拳を繰り出せるのに柔らかいんですね。そう？でも力は強いんだぞ。肩もんであげる。もみもみ。え、先輩にそんなこ、あ、な、これは、どう？スミちゃん、気持ちいい？はい、
意外と凝ってるな。まだ小学生なのにこれじゃ大変。ほぐしとくね。もう十分。うわー、ユーナさん、私、ああ、はい、これでよしっと。すごい技を持ってますね、ユーナ先輩。わしがヘロヘロ。あれを使われたら難攻不落のワッシーもイチコロだね。ユノコ先輩、ワッシー先輩がなんだかフルフルしてますよ。まだまだ、お楽しみはこれからだよ。あ、ユキちゃん見っけ。教室に行ったんだけど、いないから探しちゃったよ。ごめんごめん。わしおさん大丈夫？なんだかぼーっとしてるみたいだけど。大丈夫ね。今マッサージしたとこだから、ちょっと脱力してるんだよ。そう。それで徳島ちゃん、私に何か用事？そうそう、ゆうきちゃんのためにチョコレート作ってきたの。え、ほんと？手作りしたんだ。あ、すっごい。どうもありがとう。私ね、ゆうきちゃんのこと姉妹みたいに思っちゃってるんだ。私もだよ。最初は顔が似てるだけかと思ってたけど、性格も似てるもんね。それに私たち西暦組がすんなりここに溶け込めたのもゆうきちゃんのおかげだし。え、私何もしてないよ。そんなことないよ。勇者部の明るい雰囲気はゆうきちゃんがいてこそだもん。そんなこと言われたら照れちゃう。もう高島ちゃん大好き。私も。鏡を見てるみたい。このままドッキングしちゃったりして。ダメ、ゆうなちゃん合体はダメ。ダメよ、ダメ。領域に入ってきたような気がするね。ねえねえ、私たちが一つになったらどうなっちゃうと思う？パワーアップして最強勇者になりそう。一つになってみたいね。一つに。ダメ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 、ユーマちゃん、ダメ、絶対。ねえわし、そろそろ出て行こうかと思うんだけど。これは触っちゃいけないやつだ。なんだ、ここにいたのね、ユーナ。皆さん、お疲れ様です。ハッピーバレンタイン。じゃあ、私たちはこれで行きましょう、高島さん。またねー。なんかスミちゃんが、大丈夫ね。凝ってたからマッサージしてあげたの。ユーナが？そりゃそうなるわ。あのさ、ユーナ、これ、え、チョコレートくれるの？ありがとう、かりんちゃん、すっごく嬉しい。何喜んでるの？ギリよ、ギリ。ギリね。何バカ、ギリ以外に何があるっての？いや、おもちょことかさ、それをわざわざギリって言うか、普通。あ、ギリでも嬉しいものは嬉しいよ。かりんちゃん大好き。お姉ちゃん、これ私から手作り。手作り？しようと思ったんだけど、今年はお店で可愛いの見つけたから買ってきた。ありがとう、最高にハッピーよ。はい、じゃあ私からもいつきに。は、ありがとう、お姉ちゃん、いつも大好き。うんうん、私も大好きよ、いつき。ああ、あとそれから、
かりん、はいこれ。え、あんたが私に、どういうこと。どうもこうも。ほら、新メンバーにも気配ってくれてるみたいだしさ、ご褒美的な。あ、別にそんなことないけど。だったら私もこれあげるわ。え、私にくれるの？どういうこと。え、深い意味はないわよ。そんなのあるわけないでしょ。かりんちゃん、耳真っ赤だよ。うるさい。どこ見てんのよ。え、耳。かりんさん、お姉ちゃんとゆうなさん、どっちがセカンドラブなんですか？すみません。ついポロッと。どうしよう。地雷踏んじゃった。だいたいセカンドラブって何？私はそういうんじゃなくて。そうよ、いつき、何言ってるの。ラブとか恋とかって話じゃなくて。恋？私はただその子ちゃんが言ってた言葉が出ちゃっただけなんだけど。恋だー。シークスピアは言った、誠の恋をする者は皆一目で恋をすると。それは一目惚れの話ですか？だったら違う。一目で恋なんかしてない。何も考えてない、思ってない。ぼんやりしている心にこそ恋の魔力が忍び込む、ともシェイクスピアは言っていますよ。ひなたと若葉、いつの間に入ってきたのよ。いや、悪いとは思ったのだが、なんだか声をかけにくくて。大丈夫よ、私たちもう消えるから。さ、行くわよみんな。ねえ、行くってどこへ？うどん行こう。こういう時はうどんよ。あー、うどん食べたい。うどん最高。どうしたんだ、すみ。大丈夫よ。ならいいんだが。若葉ちゃん、やっと二人きりになれましたね。いや、なってないぞ。これ、私の気持ちです。受け取ってください。ありがとう、ひなた。これは、チョコレートクリーム。はい。いろんなものに塗って食べるんですよ。ほう。パンとかアイスにか？なかなか洒落た代物だな。ありきたりなものでは、私の気持ちが伝わらないと思ったので、少し変わったもの。程よい甘さだ。舌触りも滑らかだな。もう若葉ちゃんたら、指で舐めたりしてお行儀が悪いですよ。すまん、あまりにうまそうでつい我慢できなくなってしまった。うん、これはいいものだ。そんなにですか？私にも少しお味見させてください。ほら、私の指を舐めるな。それも含めて、いいお味ですよ。あ、ほら、口元にもつけて。しょうがないですね。びょーん！そして、見つめ合うご先祖様たち！メモメモ、口元についたチョコの行方は？私はどうしたら。ああ、めくるめく事態の連続で手帳が埋まっちゃったよ。これはもうムービーに収めるしかない。スマホ。誰だ。その子、これで二度目だぞ。東郷まで一緒になって一体どういうつもりだ。それはその、申し訳ありません。私は覗きとかそんなつもりじゃ。あ、私どうしたのかしら。なんだかぼーっとしていたような。ああ、ほらほら、大変、ワッシーが復活したよ。
桃子さん、東郷さんも。あ、私、お二人にお渡ししたいものが。私とワッシーにくれるの？ありがとう、リトルワッシー。驚いたわ、これ、スミちゃんのお手製？はい、ほうじ茶と抹茶のショクラートです。洋菓子は苦手ですが、努力してみました。うん、おいしい。まったりとして、少しもしつこくないよ。お二人はいつも私たちのことを気にかけてくださっているので、感謝の印だと思ってください。あなたにそんなことを言われるなんて、なんだか不思議な気分。でも嬉しいわ。ところで、ゆうなちゃんのマッサージ、気持ちよかった？はい、すごく。おいしそう！もし、私も食べていい？ええ、規則違反でなければ。食べて食べて。さあさあ、わかちゃんも、どうぞどうぞ。ああ、確かにうまそう。その子、話をそらすんじゃない！こちらの覗き魔の方々、どうしてくれましょうか、若葉ちゃん。そうだな。とりあえず、みんなが戻るまで、そこで正座をしていてもらおう。それでは私、みんなを呼んできます。あー、ワッシーが逃げた。スマホで呼べばいいのに、ずるい。動くんじゃない。今日という今日はみっちり説教してやるから、覚悟しておけ。若葉さん、口にショクラートがついていますが、どうしたんですか？そういえば、うわー、その記憶は封印してくれ。まあ、若葉ちゃんたら恥ずかしがって。かわいい。取るなもう、そのうちに乗せられた私がバカだったわ。覗きだなんてはしたない。あれ、東郷先輩、そんなに急いでどこ行くのよ。あんたが廊下を走るなんて珍しいわね。風先輩、かりんちゃんにいつきちゃんも。実は今、これこれしかじかで。なんですって？それじゃあ、あんたもずっとあそこにいたの？しっかり見られてたってわけね。すみません。でも今はとりあえず全員部室に集合を。しょうがないわね。すべて覗き見してたなんて最悪だわ。覚えてなさいよ、東郷。覚えてるわ、かりんちゃんがゆうなちゃんにチョコレートあげたこと。忘れて。どっちよ。それじゃあ私はこれで、皆さんに声をかけてから合流します。曲はうまいね。ハンドにもらったものだとなおさらね。ほら、玉地先輩、口の周りチョコレートだらけだよ。結局誰にあげてもみんなで一緒に食べるから、あんま意味ないっすね。みんなで食べると美味しい。いやー、しっかしそんなことがあったとは。その場にいなくて損したな。あんまり面白がらないでください。玉地先輩がまた調子に乗るから。夏目に勝った、夏目に勝った。負けた。なんで嬉しそうなんですか？だってシーサーが喜んでいると幸せが舞い込んできそうだ。シーサー？それって確か沖縄の狛犬みたいな石像でしたっけ？な、何？タマに似てるのが狛犬？夏目！やっぱり犬なんだ。失礼します。皆さん、これこれしかじかなので、すぐに部室へお願いします。来た、面白そうなこと。やっぱりこうでなくっちゃね。行こう、ペロ。はい。もう
ロでいいんだ。高島さん、これ私のために？うん、ぐんちゃんに食べてほしくて作ってみたな。ピックで刺して食べられるから、ゲームしながらでも手が汚れないんだよ。ありがとう。私も高島さんに用意したの。市販のだけど、どうぞ。食べてみてもいいかしら？もちろん。あー、待って、私が食べさせてあげる。はい、あーん。おいしい。とっても。本当？よかった。ねえ、本当にとても甘くて、味がするわ。私の味？それってどんなだろう？失言だったわ、忘れて。せっかくもらったんだし、私もぐんちゃんのハート食べちゃうね。どうぞ。うーん、甘くて最高。全部食べちゃうのもったいないくらい。ニノ、全部食べちゃって。高島さんに食べてほしい。うんうん、食べてるよ。私のハートが残らず高島さんに、はあ、こんな喜びがあったなんて。変なぐんちゃん。でもそんなぐんちゃんが大好き。失礼します。あ、東郷さん。なんなのよ。高島さん、氷さん、お取り込み中ごめんなさい。すぐに部室へ戻ってくれるかしら？はーい、行こ、ぐんちゃん。そうね。あの、ゆなちゃんを見なかった？どこにも見当たらなくて。ああ、ゆうきちゃんなら屋上に行くって言ってたよ。屋上？どうしてそんなところに？さあね、誰かに告白でもするか、されるか。そんなこと、もうこれ以上とても耐えられない。やっぱりここじゃちょっと寒いかな。でもブランケットがあれば大丈夫だよね。ゆうなちゃん。え、東郷さん、どうしてここに？高島さんたちが教えてくれたのよ。あの、ここで一体何を？もう少ししたら東郷さんを呼び出そうと思ってたんだけど。え？私を？うん、ここからだったら街が見渡せるから。ねえ、ほら見て、私たちの街。え、私たちが守ってきた街ね。私、ここから街を眺めるのが好きなの。だからここで東郷さんにこれをね。魔法瓶？ホットチョコレートだよ。うちで作ってきたの。飲んでみて。いただきます。はあ、温かい。それにとっても優しい甘さ。あ、風が冷たいからブランケットかけて。はい、うん、これでよし。ゆうなちゃん、私からもあなたに。え、なにこれ、すごい。ハートのチョコに私と東郷さんの絵が描いてある。写真を転写して作れるのよ。それ私のお気に入りの一枚だから。ありがとう東郷さん。でもこれはもったいなくて食べられないね。大丈夫、ゆうなちゃんのためならいくらでも作るから。たとえ洋菓子でも何でも。東郷さん、また戦いは激しくなると思うけど、これからもよろしくね。こちらこそ
ゆうなちゃんは何があっても私が守るわ。どんな敵からも、どんな人からも。ダメだよ。え？私が東郷さんを守りたいんだから。いつでもこんな風に。ずるいわ、ゆうなちゃん。こんなことされたら、どんなことでも許しちゃいそうになる。東郷さん、ゆうなちゃん大好き。私もこの世で一番東郷さんが大大大好きだよ。ゆうなちゃん、ちょっとだけ寒い。うん、ほら、もう一杯飲んで。一緒に温まろう。ギュッてしてあげる。幸せ。ずっとこうしていたいわ。ハッピーバレンタイン、東郷さん。夜になって星が出るまで二人でいようね。それじゃあ今日の私たちの行動を全部観察してたってことですか？おまけに玉を煽ってあんな大失敗をさせて。失敗は園子先生と関係ないでしょ。伊予島さん、あなた小説のためなら覗かれても構わないっていうの？いえ、決してそんな。でもネタ集めは大事ですし。そうだよね、アンズ。これにはそういった深い訳が。どんな訳だ。バレンタインをいいことに我々をもてあそぶようなことをして少しは反省しろ。本当に呆れるわ。全部ネタ集めのための提案だったなんて。連帯を深めるためではなかったのね。関心なんてしなければよかった。計画的犯行となると罪は重くなりますね。ところで日向さんのチョコデリシャスだったわよ。食べれば食べるほど深みが出て。かなり苦いかと思ったんですけど、自然の風味を分かっていただけましたか？もちろんよ。私の好みを考えてくれたことに何より感動したわ。サンキューね。苦いチョコだったのか。しかし歌のは心が広いな。そういうところ私も見習いたいと思う。うんうん、見習って許して。もう足がビリンビリンだよ。うるさい。一つ疑問がある。みんなはどうして園子たちに素直に従ったのだろう。それはそうですよね。彼女の言うことが絶対ってわけでもないのに、なんか乗せられちゃって。あれじゃない、結局のところ。実はみんなこういう機会を待っていたとか。うわ、何バカなこと言ってんの。だってさ、もし何かあっても今日なら園子のせいにできるし、いいきっかけってことじゃん。やめなさいよ。そんなとこ掘り返しても絶対いいものは見つからないんだから。そうですよ。なんだかんだ言っても楽しかったし、いいバレンタインでした。皆さんいい人だ。じゃあそういうことで。まだだ。結城と東郷が来るまでそこでそうしていろ。足がしびれてるよ。盗み見なんて悪いことしたでしょ。自業自得。にしてもさ、ゆうなさんと東郷さん戻ってくるの遅かったよな。何してたんだろう。あの二人が何をしてたのか見られなかったのが心残りだよ。もうまだそんなこと言ってるの。若葉さんに叱られ足りない。それなんだけどさ、みんなも不思議がってたけど、どうやって先回りとか隠れたりできたんだ？みんなのスマホに GPS が入ってるでしょ？そのおかげだよ。部室の隠れ場所は何日も前から荷物をどかして準備しておいたんだ。東郷さんを巻き込んだのはどうして？園子先輩が絶対面白い反応が見られるからって。でも実際はすっごく恐ろしかったけどね。
2年後には隅も恐ろしくなるのかな。銀、何を言うのよ、もう。うひゃ、怖え。確実になるな、これは。そんなバカなことを言うなら、私のショクラートあげないんだから。だってスミはもう二人に渡したんだろ。3個目あげてもいいのかよ。あのルールはね、2個以上にするとみんなが全員に配っちゃうだろうから縛りだったんだ。二人ってしとけば大切な人が限定されるでしょ。それに何人でもいいなんて言ったら大変だし。公平がなくていいじゃない。何が大変なの？全員が全員に渡すためにバラバラに動かれたら、私たちが観察しきれないから。呆れた。その企みのせいでどれほどの人が大変な思いをしたか。でもま、そういうことなら、実はさ、私も二人のためにチョコを用意してあるんだ。おーい、ミノさん優しいな。私も二人の分をちゃんと作っておいたわ。やった、さすがスミ。本当は私も園子先輩には内緒でバッシーとミノさんに買っておいたんだ。それじゃあ3人で交換ね。うん、私ら3人愛し合ってるもんな。全部本命のチョコだね。ハッピーバレンタイン。ショクラートの日おめでとう。スミ、園子、心から愛してるぜ。私も。